鬼滅の刃の無限列車編が公開なんですけども、ええ、それの予告編が流れてて、はい、それの主題歌をまたまた神リサ様が歌ってらっしゃるんですよね、はい、ほむらこれ流れてるの聞いてサリ泣きましためちゃくちゃいいお曲、いい曲やね、本当にいいお曲、はい、もうねもうすかさずちょっと弾いてしまいたくなる、あ、ごめんなさい弾きたくなっちゃって、はい、なんか今日今から弾かせてもらいたいと思います、はい、今も詰まってますけどね。だってさ、リサさんがなんか、歌番組とかで歌ってはる時とかも、はい、ずっと見てるわけでしょ。それではリサさんでブレーキですってね、アナウンサーさん言ってはるのを聞いてたわけでしょ、はい、聞いてたわけでしょ。なんでグレンか。これはグレンゲで、今回はホムラでございますから。炎と書いてホムラ、はい、炎、うわそれ命や、それ命がぐらい命になってますよね。 TIM さんのギャグこれほら YouTube っていいですね、いろんな意見とかねいただけますから。そうそう、カメラワークこうやりすぎたらちょっと見にくいとかね、音がちょっと悪いとか。そう、音がやっぱりね、うちとこ本当にど素人なんで、わかりますかね、サイリシャのこの後ろにちょっとそう見てください、ちゃちゃちゃ、皆様のお声をちゃんと反映いたしまして、カメラ2台ね、そしてちゃん
そこから撮るっていうのを、もう本当ありがとうございます。皆さんがコメントでいろいろ教えてくださるから、うちとこちゃんとこんなことなりましたよ。今回ちょっと良くなったかな。いやこれ結構ねしたんですよ、さえちゃん。そうそうなんですよ、お金YouTube やってて、まるまる赤字ですよ、さえちゃん。赤字ですよ。まるまる赤字ですよ。まるまる赤字。なんか高いやつ、結局、ど素人というから、よう使い切らないっていう。ごめんなさいね。ホワイトバランス、アイリス、ゲイン。何のことか全然わかりません。何のことかわからん。だからこの一番オートのやつでさせていただいてるんですけども。そして本当に、はい、皆さんがコメントでアドバイスしてくださるから、はい、ちょっとずつでもさえたちが成長していってる。そういうことですね。なんかわかんないけど、はいはい、だから皆さんまたいろいろコメントで、はい、いろんなこと教えてください。はい、さえたちは頑張る。何やねんやつ。何やねんな今の。まあなんて思うけど、演奏はちょっと聞いてくださってるかもしれないけど、最後まで、はいはい、ここまで喋り聞いてくださってる人少ないやつ。1本ちょっと の演奏やったでしょ、うん、これ喋りあんたがかなり喋ってますよ。何、これ どこまで使うか分からないけど、これ30分ぐらい喋ってるから。さあということで、はい、14日にホムラちゃんとCD 出ますから、はい、その後はひょっとしたら、はい、キャッチさちゃんが、きっと本当にもう、はい、ワクワク弾きたくなるすごいお曲やと思うんで、はい、また弾かせていただきます。はい、今日は最後まで聞いてくださり、まあ、トークまで聞いてくださりありがとうございました。ありがとうございました。そして登録お願いいってします。弾かへんのかい。今飛行を持って諦めて、ね、はい、よろしくお願いします。登録お願いします。